こんばんみ、結婚して、いいよ。別に目指してない。スピンだから、ツインにして逃げている。逃げています。褒めてんのそれ。中3、何歳だ。やっほー、こんばんは、こんばんは。ゼップにはかきれの現れずでしたね。え、本当？ツイン評判いいの？めっちゃ適当ですよ。おろせないとき、おろせないときはだいたいツインにする。なんか高さ違うな。こんなもんか。隠してる。すっぴんに目がいかないかなって。って感じで思ってるだけっていう言い訳なだけです。メイクしたくない言い訳って感じ。ない花火、ずっとキングダム見てた。キョンかわいい、知ってるぜ。そう、普段これツインしなかったら、ツインしてない人がツインテールしたらあれかなって、目がいくかなって。あ、かわいい、ヤッホー。氷から出てきた。無駄に怪しく、やばい。うろついてたん？かきれなはうろついてなかったです。リップです。結婚して、いいよ。そう、今日もツインだよ。人気じゃん、ツイン。え、なんかマジ時の流れが早すぎてやばいんですけど、もう7月が終わっちまう。終わっちまう、終わっちまうよ。もうね、優しい。スピンももう優しい。頑張ってください。全部見た？かわいい、知ってるよ。あ、似合う、ありがとう。嬉しい、似合うスタンプ嬉しい。結果戦、いいよ。うん、にも帰ってる、やばいね。かわいい、知ってます。結婚して、いいぜ、いいぜ。 Z Z ってどうやってやるんだっけ。え、マジやばいよね、終わっちまう。普通に終わっちまう。そうじゃん。え、待って待って、今日からテロップをちゃんと、あの、宣伝テロップにするっていう約束をしたのに変なテロップにしていた。オンライン特典会って書けばいいね。こんなテロップにしてる場合じゃないんですよ、私は。レナさ、オンライン特典が1ヶ月後ぐらいかと思ってたの、まだ応募してたから。そしたらマジで全然時間なさすぎてやばい。みんなゲットした？オンライン特典会、なんて書こう。ゲイ。ステロップ宣言をメールでしたんですよ、ちゃんと。いいな、かき氷食べたい。そう、宣伝大事、宣伝大事ですから。来週だってびっくりしたの、さっきね、あの、大学のこととかがあって、で、なんか、あの、ちょっとカレンダー、自分で、あの、作ってるカレンダーを、携帯のね、作ってるっていうか、普通にメモ程度のカレンダーを見てて、
で来週っていうか8月のお仕事は今決まってるのでどれぐらい入ってるかなと思って見たら8月のあれをね予定を見たら8月4日にオンライン特典会って書いてて、え待ってみたいな、今みんながさ宣伝してるやつってもう来週なのと思ってマジで焦って無理急に火が入る、マジで焦って無理、そう来週だったびっくりしちゃってやばかった。普通にゲットした。え、チェキ会楽しみなんだよね、チェキ会が。あ、3種類買った、再来週らしい。うん、ライン照明は的に買っていいのか迷ってる。迷ってるならゲットすべきゲットしてないってことじゃん、まだ。本当に言ってんの、そんなのありって感じで言っときます。ゲーム、何が何がゲームって何12期のアカウントはポストしてないです。なんかいいかなって思ったいいかなって思っちゃった。ん、え待って、ミスった、テロップミスってるじゃん。チェキサイン、うん、抽選、あーあいいじゃんいいじゃんいいじゃん、やばいやばいやばい、いいやこれでスーパーカップのカフェオレとチョコのやつね、美味しそう、めっちゃ思ってた、美味しそうだなって思ったより何日後わかんないけど、まあいいや。やばい、普通に見せてた、オンラインゲームとか書いてた。結婚して結婚していいよいいよ、なんか暑い、いいよ、え暑っ、なんでこんな暑いの。えなんか家のエアコンがマジで効かなくて、効かないんですよ。なんかずっとなんか家にいる時ずっとなんかエアコンのリモコンを触ってる気がする。なんか寒くなったり暑くなったりみたいな、無理把握しといてくれ、すいません、こんばんにゃ。忙しいんですよ、私も忙しいんですよ。でもメンバーがさ、ファンの人から教えてもらうとかよくあるあるだから許して、普通にオンラインゲームをしちゃったゲットした？クキレナデーだったの今日、何が何がね、オンラインゲームとかダサすぎて無理ダサすぎて無理。8月は7月、8月入ったらいいことがあるかもないかも、だからみんな買っといてねゲットしといてね、いろ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 ゲットしといてねオリンピック見てないな、一回も、まだ昨日だっけ。おやすみなさい、声出し声、アンダーだったのに、本当になんか申し訳ないぐらい大丈夫だったかなって私的には思ったんですけど、あ、じゃあはい、気になってるならどうぞ特典会っていう流れだったんですけど、ちょっと反省会しちゃった一瞬。ゲームもあるから、抽選会とかほぼゲーム感覚で楽しいじゃん、あれ楽しいからいいよ、別にゲームでもゲームでもいいよ。え、チェキどんなんなんだろう。え、でもなんかチェキに、チェキ会の写真はもう提出したんですけど、いい感じですよ。そう、なんていうの、え、でもみんなどんなんかわかんのかな、なんかレナたちはなんかこんな感じですよみたいな感じなんだけど、そんな詳しくは聞けてなくて、だからなんかやってみないとわかんないよね、誰もやったことがないから、まあやってみてって感じですので、楽しみですうん、公演はもうでも大丈夫、休憩できたから、昨日と今日でたくさんなんかオフって感じの日過ごし方をしちゃった、
なんかして、なんか申し訳なく思った。大丈夫かなってこんなに踊らない日があっても大丈夫なのって思っちゃいました。ミスった思いっきり、テロップミスった。いや、あずきバーさ、こないだねアイスコーナー見たら箱しか売ってなくて買えなかった。うん、今25度にしてる連続じゃ4個買ったら3個かけられました。ごめんねおもろいけどごめんね。それはごめんすぎる。普通にかぎれな、そんなかぎれな率高いの？なんかね、レナもあの大阪にあの物販に行った時に、なんか目の前で開けてくれるファンの人たちがいて買ってね。でそしたらかきれなあったよみたいな、かきれな推しの人もなんかいたから、あ、よかったねって。それはいいんだけど、なんかみんなねかきれな出て、なんか研究生3つぐらい買ってきて、なんか前で開けて、でなんか、え、かきれなみたいな。で次の人もなんか、また2個中1つはかきれなみたいな。あれかな、なんか新しくなったからかななんでだろうね、うん、まあ、その分他の子もいっぱい出てたらいいんですけど、聞くだけか、やっぱ自分だから、自分だからかきれな出たよって聞くからかな、わかんないけど、どうだろうね。何の桃だろう、気になるな。結婚して結婚して結婚して、いいよ、グッジョブ。あれは扇風機は頭が痛くなるから使わない派です。掃除はしてます、綺麗です。え、壊されたの？だからか、だから暑いんだなんか壊れてんのかなぐらい聞かないかったりさすんの。壊されたってことか多分絶対今のレナのエアコンはマジで誰よりも綺麗だから、言っとくけどマジ綺麗だからね。汚いって思わないでね。汚いから、かきれないコン汚いからあれなんだって思わないでくださいね。綺麗だから、めちゃくちゃこっちゃんと花なんだったね。いや、めっちゃ言われた、そういうな、東京来そうってエアコン効きにくくて可愛い人とかいないでしょ。いるか、ここにもう帰りは1枚いくね。は？ 1 枚だけ、やばって圧をかけとこうあの対応だよ、あの対応バスケ見てないな。20点差で負けちゃったんだっけ、ちょうど。なんか弟と電話した時に、お母さんに電話したんだけど、弟とお母さんとあのご飯食べに行ってて、でその時に電話で今日バスケ買ったんって聞いたら、ちょうど20点差ぐらいで負けたみたいな言ってた気がします。確か抽選会はマジでさあれよなほんまにそうなんよな。そう、気になってたらとりあえずポチいいよな。あ、そうだ、抽選のチェキ、抽選会のチェキか、提出したん。そうや、チェキって当日取るんか。え、でもさ、あ、え、抽選、あ、そういうことか。え、じゃあ、え、分からんけど抽選会のチェキはちょっと前回よりいいかもしれんえ、そう、なんか自分が漏れてるやつを選んだとかじゃなくて、普通に、え、分からんけど、まだ当日確認してってあれ感じやけど。あー、してほしいポーズ。確かに、でもさ、コメント見れへんもんな。どうなんやろ、覚えてたらって感じ。なんかどっかで発信してもらって、みんなにみんながハッシュタグ系で。そうだ、当日やった、抽選会でしたね。明日公演ですね。うん、書いてあるんか、取り合うって。抽選会の時期でしたね。時間はちょっとね、決めれないんですから決めれないですからね、ちょっと仕方ないっていう。
ごめんね、すぎなんか休みすぎてさ、2日ともなんかたくさんあるんかな、なんだやろうな。なんの桃くぅくぅいやいや、マジで言っとくけど、ここの配信の中で一番エアコン綺麗だからねレナが言っとくけど、マジでマジでこれはもう神に誓えるわ神に誓えます。はい、選手宣誓します、本当に運命、運命って思ってくれるん？いや3、4個中3個きついな。でもさすがに、うん、クーリッシュいいな、いいな、いいな、いいじゃん、桃いいね左手は添えるだけいいね、オリンピック選手じゃん抽選会なくなったことない、いや、ある。待って、あるよね。言っちゃダメ、こういうの出てる気がした。もう抽選会の時期もある。ね、それ言うよな、あのチェキのさ、何やったっけ、紙みたいなチェキのあれがなんかめっちゃ少なくなってるって、高くなってるって、なんかマネージャーさんが言ってたうん、明日250だ。サイン会しか買ってないだとダメでしょ、そんなのアウトだよ、それは。普通にテロップに書いてるのにちゃんと。アクスタね、思った、いいよね、アクスタあるの結構変わったよね前から。いやマジでエアコン綺麗だからね、言っとくけどマジで絶対この配信見てる人の中で一番綺麗だからこれガチだから、これガチだから言っとくけど、これガチだからこれガチだから絶対。マジで、扇風機だけとか絶対生きてられない。ワイも負けないの、いや絶対レナが一番綺麗だからね、言っとくけどマジで。で、受信はどこからとか言われてんの、ウケるいやマジ自信ある、あるから、普通に自信しかない。迷ってるならどっちも、そんなメンバーに聞いちゃダメだよスマホ裏に入れておけるから。そうなんだよね、そうなんですけど、きっと入れないでしょう、きっとね。その本人に会いに行くときだけ入れて、で、なんか会い終わったらもうなんかスマホケースから取るっていうことをしているでしょう。私はワンピースのシールをずっとスマホの裏に入れているのにみんなは違うんだよね。会い終わったらもうね、取っちゃうんだよ、引き抜かれるんだ俺は、スマホの裏からなんかモーニングボイス的なのあったね、あれなん結構変わったくない、なんか分かんないけど変わったよねチェキいいよね、マウントね、マジ綺麗だから。いや、かけるな潔癖症じゃないって別に潔癖症じゃないからいや先週でしょ、いや違うから、全然エアコンクリーニングとか負けない、普通に全然勝ってる、余裕で勝ってるよ、神に違ってワイドチェキって何、ワイドチェキってなんだ、携帯にやるやつ、保存タイプ的な、自信ある。いや違うよ、絶対レノだから絶対ダメ、レノだから
え、ダメだよサイン会だけとか、ダメだよダメだよモーニングボイスうるさいのえ、だってモーニングボイスさ静かだったら起きれないじゃん。それで起きる人いないと思うけど、多分あんまり。それで起きてくれる人とか多分めっちゃあれだよね、純粋だよね、可愛いって思っちゃう。今日の朝かけれなモーニングボイスで起きたよとか言われたらさ、え、可愛いねってなる普通に。でも笑えるよね、ちょっと面白いってなるかけれなモーニングボイスで起きたんだって笑っちゃうかも何検査が嫌ないかな、確かには？ワンピースとは別だと？ワンピースとは別だと？なんてその裏に入れてないとね、そういうことか。ああ、レナはずっと入れているのにシールを裏に。あ、携帯の裏に入らないってこと？うん、確かにね、確かに確かにいるよね、なんかあの通知で起きちゃう人とか、起きれる人とか。レナはマジで通知ではずっと起きれないかな。でもなんかずっと鳴ってたら起きれる、電話とかは起きれる。小声はどうだろう、人の小声でしょ、多分無理だな起きてくれるかな小声で。逆に小声でいこっかな、じゃあ2秒やめて ね、かぎれな負けている。かぎれながワンピースに対する愛か、みんながかぎれなへの愛はその携帯の裏にずっとグッズが挟まっているっていう、同じだと思ったのね、ずっと入れてくれてるって思ったんですけど違うみたいみんな違うみたいですうざそう、やばうざそう、やばねえ、直接、え、じゃあ起きないとダメってこと朝に起きないとダメってことやん、レノたちがってこと。おもろいな、でもそれお互いあれ寝起きってこと、おはようみたいな面白すぎそれ。でもレナは寝るときはお休みモードで寝る、お休みモードにしてるから通知音で起きることないです、あんまり。電話も2回かかってこないとならないからね。おつれーな、あきれないな強めです。それユアだっけ、なんか書いてたよね、ユアかなんか忘れたけどそうだね薄反応。こんばんは、入院したら馬券入ってた。何それ、何それ、何それ、重め確かに冷蔵庫いいね、かぎれなみたいな冷蔵庫にしてんのありかも、ありだなそれ。え、昨日ね、なんか冷蔵庫のそのなんか一応なんか分けて貼ってたの、あの島を分けてエッグヘッドとかさ、いろいろ分けてた、分けて貼ったんだけど、ちょっと一個ミスっちゃって取ろうと思って取ったのね。そしたら破れちゃった、破れちゃったっていうか裏のところがシールと貼ってる層が別々になっちゃって、テープ買ってこないとって思ってる今。なんかなんとかちょっとだけの場所でついてるけどうわよ低音かきれいな5時やばい、面白い確かに15時ね、あ、かきれいなのタイミングでいいんだったらもうそんなのね、夜だよ、夜すぎるそんなの。
みんなは仕事終わる頃にレナがおはようみたいな、みんないた、みんなの方が元気っていうね、仕事終わったよっていう。え、あんのモーニングコールとかメンバーの。え、なんで、なにそれ、いつなの聞きた、絶対かわいいじゃん、おはよう、かわいい絶対そんな感じじゃんえ、冷蔵庫も綺麗だよ、電子レンジも綺麗だから、マジでちゃんとね、私掃除してる。いやでも潔癖症ではないけど、ちょっとなんかあれだけどね、なんか潔癖症ではないけど、なんか潔癖症って言ったら嫌われそうじゃん。え、潔癖症ではないけど、なんかこだわりが強いだけで、はいっていう感じです。え、そう、破れたの最悪と思って、最悪じゃないだからエアコン効かないなマジでやばいよね。だからみんなは高い声でなんか、よし仕事終わったぜって感じだけど、限れない今起きてるから、おはよう、おっつーみたいな仕事おっつーみたいないらない、やめているでしょいるボイスでしょ絶対。生誕くじか、いいな。生誕くじってどんなんだろう、なんか決まってると思ってた、みんな絶対そう、なんか A 賞はこれで B 賞はこれでって、最初はね、おーもういつまでわかんない、ちょやば、宣伝してんのにわかんないとかやばくない。え、だからね、レナもさ、まだね全然何週間もあると思ってたの、本番まで、本番までねあると思ってたのに、え、やばい、サインも書かないとじゃんって思って、え、やばい、サイン書かないとじゃん、やばいやばい普通に。え、最近さ、最近っていうか昨日と今日で事務所に行ってないから、その生写真をもらってなくて、マジでやばい、明日は絶対忘れないように持って帰ります。生存確認え、今日ね朝にさメール送ったんですけど、ちょっとあの届かなくて、起きてから送ったらめっちゃ遅くなった。朝ね、朝はちゃんとマジで起きてメール送ったんですよ、ちゃんと寝て起きたで送ったけど寝ちゃった。そしたらなんかこれはちょっと送れませんみたいな感じで来てて、でそこで訂正して送りましたなんで、あ、そっか、限りのお休みね、確かに限りのお休みでみんながおはよういい時間ぐらいだね、それそれナイスな時間だね多分おはようだけどお休みだわって感じで、ね、いいねまだです、まだ決めてない、31まで。ああ、特典会、え、やばくない、普通に31までなの、終わった、やばいじゃん、28でしょ今、あでも31であと4日か3日ぐらいでサインか、あ違う、でも今20、明日29かうん、今だから選ぶ感じじゃない、え、わかんないまだわかんない、31だって、31です、31です、こんばんは、中毒性って悪いのそれいいのすれ違うのおもろいおもろ、確かにめっちゃすれ違ってるよね、でもいい時間、それが一番かわいい、知ってるよえ、確かにラジオ出たいな、ラジオ出たいですってマネージャーさんに言っときます、またそうだよ、7月もう終わります、サイン届くの10月なの
そうなの、知らなかった。ってことは特典会のやつも10月ぐらいに届くってこと。なんで？いやマジ熱っ。え、なんかさ部屋の形が悪いのかな。ゴミ箱ぶっ倒した。わかんない、なんか前は涼しいけどこっち涼しくない。ちょっともかかるらしい。あー、はい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 、曲が出るときに一緒ぐらいってことかに届くってことか。いや、なんかね、除湿なくていや、あるんですけど、いや、わかんないけどね、なんか形でもなんか名古屋に来て思ったけど、なんかエアコンはマジでなんか除湿の方が効く気がする。もう外の湿気がやばすぎてって思ったけど、どうなんだろう。まあ、雨の部屋 100% 除湿だけど生活できなかったらやばいじゃん悪いじゃん。じゃん、え、なんか風向きは上と下と右と左行く知らんかったの全然ね、入ってるよスイッチ。スイッチ入ってるよって、スイッチ入ってなかったらやばいんでしょサーキュレーターってあれでしょ、扇風機でしょ。お久しぶり、やっほー。何してたの。なんかね、湿気はやばい、本当に。なんか雨とか関係なく湿気やばいよね。だよね、除湿の方がなんかいい気がしてる除湿マニアやば、除湿マニアおもろい、おもろ。電気代はお母さんが払ってるから気にしてない気にしてない。え、なんかね、前になんかマジでなんか除湿と消すのと冷房をマジでなんか繰り返してたの。なんかエアコンにしたらちょっと除湿が感じるし、除湿感じるしだし、エアコン、あ、除湿にしたらなんか寒くなるし、で一旦消して、でもすぐにつけてみたいなやってたら、なんか、え、電気代がいつもより高かったんだけどみたいな、もうやだな何してんのとか言われて、え、わかんないって。でもファンの人がなんかつけたり消したり除湿の方が高いって言ってたから、それかもねって言っといた言ってましたね、ピーピーとかピーピーとか言ってんのにあ、スイッチ入ってなかったらやばいよ普通にえ、湿気やばいよね本当に。そう、気にせずずっとポチポチしてる。今日もマジでずっとポチポチしてる。マジでずっとポチポチしてますなんか除湿にしたりエアコンにしたり、エアコン冷房にしたり消したりつけたりみたいな。たまに聞く、え、電気代とかどんぐらいなのって、普通相場どんぐらいみたいな。とか今日もなんかスーパーに行った時に、なんかお肉の相場どれぐらいみたいな、 100g でね。そしたら豚肉牛肉鶏肉を全部教えてくれて、
オッケーって言って買わなかった買ってないと思う。買ってないやって感じ買ってないやたまに日本語行かれるんだよね。買ってないやって感じでしかもね、なんかこっち最近湯船に浸かり始めたからやばいかも寝るときもつけてる。スーパー行くときもつけてる。事務所で一日過ごす以外つけてるかな。大体ずっとぼち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 してるしけたし、どういうこと。いやー、どうしようね。そう、相場聞いた。お肉の初めて行ったスーパーだったから、なんかどんぐらいなんだろうなと思って買おうかなって思ったんだけど、お肉よく考えたらなんか冷凍のお肉がまだ冷凍庫にあるから1個買っといてもいいかなって思ったけど、初日買わんなと思ってやめたやめました。全部教えてくれた。だいたい 100g ないないないみたいな教えてくれたけど買わなかった買ってないです。多分ねガス代上がるって思ってるけど、メールになんかお母さんお風呂に入ってもいいって言ってるから大丈夫ですってメールに書いたから、だからかわいいしてるよ、きっと許してくれる。お母さんメール取ってるから、メール送ってちょっと待してお母さんとかにちょっと待って、お休みメール届いたかなみたいな、みんなの反応が長いとかだったら、なんか配信終わった後とかにね、お休みメールギリ届いたかな、どうだろう見て携帯みたいな、あ届いてるよとか言われて読まれる今日は何々で何々って書いてあるねみたいなこの写真は何の衣装なのとか言われますね。何でもいいじゃんとか言ってそこは冷たい何でもいいじゃんそう、めっちゃ前にお母さんが分けてくれたやつまだめっちゃあるんだよね。やばい、ちゃんと使わないとマジでやばいんだよねマジでやばい、覚えてない。鶏肉は 100g だいたい100円ぐらいみたいな、100円未満か100円ぐらいって言った気がする。で、なんかが138円とか140円ぐらいみたいな、いや、わかんないけどキュアン1000回ゲットしてねダメ出しなんかされないよ全然そんなお母さんではないです。何も知らない、本当になんか何にもなんか分かろうとしないし、なんか多分自分で忙しいんだと思うんだけど、仕事が忙しいからなんかもう何もって感じ。なんか別にオーディション受けるって言っても勝手に受けたらみたいな、勝手にっていうか、そんななんか勝手にしなさいみたいな感じじゃなくて、なんかしたいようにすればみたいな、え受かったんだけどみたいな、えよかったじゃんでどうすんのとか、なんかそんな感じだった当時はなんかえよかったねみたいな感じじゃない、なんかえそうなんだよかったね、えじゃあどうすんの、え名古屋行くの、まだあんた高校生じゃんみたいな感じでした。なんかあんまりなんかあれですね、あんまり興味ないっていうかとか、なんかアンダー決まったじゃん、アンダーの時とかもなんかあの19日が初 K2 アンダーだったじゃん。その時にえあんたは19日に K2 に昇格して22日は E に昇格するのみたいなだからアンダーねみたいな、アンダーなんか公演ねみたいに言ったら、えどういうこととか言って、もうだから何も言ってない、もういいよ知らなくてみたいなマジ何も知らなさすぎてやばいんだよね。ってことはあんたは K2 と E に19日と22日は昇格するってことみたいな何言ってんの面白すぎないめっちゃおもろいでしょそう、ちょっと分かんない時あるじゃん、なんかギリに送ってさ、みんななんか届いてんのかなみたいな時とか、お母さんのメールを確認する
めっちゃもろくない？変わってるんですよ。分かろうとして分かれない、分かれない系、分かれ、なんか分からないんだろうね、そういうのが苦手なんだと思う、理解するのが。でどうすんのみたいな言われた。え、でもなんかちゃんとしてるところはちゃんとしてくれてるよ。それな、上手でやばい。やばくない？マジでおもろいよね。もうおもろすぎてさ、いやもう、え、アンダーって何みたいな言われるよ、そら言われるよ、なんか昇格じゃないからアンダーねみたいな言い直すじゃん、こっちだって言い直したらなんか、え、アンダーって何みたいな、もういいよみたいななっちゃう、だからみたいな、そうって感じ。マジでおもろいよね。そう、なんかあんまり何も分かってないっていうか、何も分かってなかったですね、もともと。私も何も分かってないまま加入しちゃったけど、なんか娘が加入したらさ、ちょっとずつ分かってくるじゃん、親子でね、分かってくると思ったんだけど。私のお母さんあまりなんか分かってこないっていう。分かってこない。そう、やばいよね、面白すぎて。マジで笑ったもん、普通におもろかった。ケンズといいに昇格するってこと？すごいじゃんとか言っててさ、違うってみたいな。しかもなんか違うって言ったのに、次の日とかになんか、あーやばい、ケツもうちょっと練習しないとみたいなとか言ってたら、あー昇格するって言ってたあのやつかとか言われてさ、だから違うって言ってるじゃんみたいな。多分聞いてないんだよね、その時もなんか話をね、聞いてなくて。まあ何って感じだよね、そら。ちゃんと説明するのもめんどくさいと思っちゃう。めんどくさいレナとちゃんと説明してもあんまり聞いてないから、お母さん自身あんま聞いてないから、あれですね。そうそう、だから先輩たちを助けるんだよみたいな、それが研究生の役割なのみたいな。だから制服の目公演が研究生のなんか公園だなみたいな、あ、まあそれはそうなんだけどってずっと思ってたから、なんか実はこういう仕事もあるんですよっていう説明はちゃんとしました。お兄ちゃんとかマジ話さないな、なんか12月か1月に帰ってくるみたいな言ってた。どうせね、話してもね多分聞いてないから、次の日にもねそうやって言うから。可愛くないでしょ。もう面白すぎる。そう、知らない方がいいんだよ。そうそうそう、マジでそう。全然こっちもさ、なんか理解してほしくて話さないから、どうせで、どうせっていうか、なんか全然理解してもらわなくても、理解されてもどっちでもいい人だからさ、そうなんだよね、勝手にすればみたいな人です。結構なんかお兄ちゃんのなんかワーホリとかも勝手にすればみたいな勝手にすればみたいな感じだし、そういう感じですね、案外そういう感じ。お祝いとかもなんかないんだよねと思って、おめでとうみたいな言ってくれるけど。そう、海外行ってるお兄ちゃんが帰ってくる、何月か分かんないけど、帰ってくるような、帰ってこないようなみたいな言ってた気がする。いや、現れちゃう、どういうことどういうこと。
干渉されたくない。え、全然そんなことないよ、全然そんなことないけどって感じ。知りたいなら自分で勝手に知ってって思っちゃうこれ何これ何とか聞かれたらもう自分で調べてよ、知らないよってなりますね。でも私は都合がいいので、なんかこういうことがあってね、こういうことがあってねとか言って言うときはなんか、え、これって何みたいな話聞いてほしいことを相手に理解されなかったり、だからこれはこれこれなんだよ、でこういうことがあってみたいなちゃんと説明しちゃうもうお父さんなんか何も知らなさすぎてマジで話にならない本当にマジでやばいからねお母さんもなんかレナがこうやって話してるぐらいなんだけど、もうお父さんとかマジでなんか話して実家に帰って話しててもなんかお母さんに怒られてる。だからこれは違うんだって、これはこうなんだよとか、研究生は何人いてとか研究生はみたいなのをお母さんがそうなんか説明できるようになってて、マジでおもろいよ。なんか急にね、なんかもう何言ってるのみたいなことを言い出すからもう面白すぎてマジでやばいマジでおもろい、本当におもろすぎてもう何にも分かってなさすぎてマジでやばいよマジでやばい、本当に面白いよ。そう、本当にやばいんだよね、面白いようんうん、なんかごめんの。いや、そうなんだよね、マジでそんなもんなんだよ。まあ、お母さんの方がそういう話する機会も多いから、だからお母さんはまあまあ徐々に学んでいくじゃん。そう、なんかアンダーのことも最近知ったし、でもお父さんはやばい本当にやばいよ、面白すぎて本当にね、やばい知らなさすぎて本当におもろいよね。なんかわかんないんだよね、なんかあの LINE とか来んの、なんかあの今日は何したのとか、今日はレッスンとか自主練やったでみたいなとか、そういうなんか興味ないわけじゃないんやけど、なんかもうわからん、なんか内容知らんのに興味しかないから、なんかおかしい質問してくんねん。そう、何言ってんの質問をしてくるっていう面白いですよね、本当に そう、なんか歌って踊ってるなぐらいやと思う、多分そう、なんか32枚目シングル、え、33枚目シングルかの時、愛のホログラムとビューティフルだけあの一生車で聴いててマジでおもろいほんまに面白すぎて、なんでその2曲しか流さへんのみたいなほんまにちょっと面白いんですよね、なんか興味あるっていうか、多分勉強したくて、勉強したくてそういう曲も聴くけど、もうその2曲しか永遠聴かへんっていう、マジでおもろい。結婚していいよちょっと誘ってあげて、でも何も知らんと思う多分何言ってんのファンの人みたいなちょっとほんまに面白いな。あ、心配は全然してくれる、そう、なんか勝手にしときなさいみたいな感じではない。結婚していいよ。なんか高校の時とかもなんかレナはなんかあの何も考えてなくて、すぐになんか名古屋に引っ越さな引っ越さなみたいになってたけど、なんかもうちょっと考えなさいあんたみたいな感じで言われましたね。なんか今卒業するのもあれやしみたいな、あ、今高校変えてもうちょっとで卒業できるのにみたいな、頑張って通いなって、そういう時は言ってくれました頑張って卒業しなさいよって。だからなんか何も考えてないわけじゃないけどマジで面白いな、ね、そう、ケーキ配信の時にね目の前行ったっていう
ほんまに面白すぎてさ、はいこのパートここ、ここれなここれなとか言うねん。そうなんか車で流れてる時とかな。でももうその2曲しかかからへんからさ、近いとこでもさ車使う距離やったらさもう絶対3回ぐらい流れるやん。もう行きと帰りで5回ぐらいさあのビューティフル流れるやんかマジでなんかもう1回目しか言わへんやん、そんな車乗って、はいここレナのパートみたいな。最初レナもさなんかあかけてくれとんなと思ってさ、ここレナやでここレナやでみたいな、ほらレナこれちょっと聞こえるやろみたいな言ってあげんねんけど、もうそれからはさもうなんかあれちょっと待ってこの曲もう一回かかってないみたいなこの曲しかな今かけてへんねんとか言って一生かけててそんなにみたいな、もう覚えたわみたいな言ってて、マジでなんか面白すぎてさほんまにマジおもろくないそうほんまに、でもマジでそう、マジでそれぐらいの方がいい絶対。なんかいろいろ知られすぎてもっていうか、なんか親やからさなんか知ってもたらさなんか相談とか乗ってあげなみたいなさなるから、別にそういうのはいらないんでそういうのはいらないんでって感じ。いやめっちゃおもろくない？もう2曲しか流れへんのがさもう面白すぎてさマジで多分なマジでみんなより聞いてると思う。しかもなんかレナとどっか行くとか、なんかレナを迎えに来たりとか、なんかレナが乗る時にだけかけてるんかなって、曲をね車でさかけてるんかなって思ったらもう一生かけてるらしいね、うん、びっくりするでほんまにマジで面白すぎてお母さんとかにももう言われてるもん、なんでずっとこの曲をかけてるのみたいな、違う曲かけないよとか言ってマジでおもろいそう、しかも2曲をな、2曲を一生かけてるっていう。お母さんはもう全然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 って感じかわいいけどさもうおもろいよなおもろすぎひん、うん確かに。逆にしていいよ。確かにお父さんに最初の1回やって、でもここれなここれなみたいな言うのは最初の1回だけっていう一生同じ曲やから、それもう2回目流れてきたらもう何も言わへん。おもろいんですよ、なんか知らなさすぎて面白い、なんかこっちからしたら勘違いしてることがもう多すぎて、そのなんかお母さんのさその昇格話もそうやし、ほんまに面白くてやばかった。え今日さなんか埼玉スーパーアリーナであるじゃないですか、ライジンが。でな、明日かと思ってて、明日かと思っててさ、制服の目やんって思ってたんやけど今日やったえでも制服の目は見に来たことある、ゲネプラで。まあ歌絶対いらん、もうあんな聞いとうからさあ、YouTube 系全然言いませんね、そういうのは。ねえ、きっと同じこと、多分な、多分なると思う。あ、コール？コールってこと？格闘技はそんな別に見えへんけど、なんか家族の影響です。お
too.54分やん。早く終わってお風呂入ろうと思ったんやけど、まあ洗濯物乾いてないしいいやと思って。見てないです。たまに見てるかな。ショールもあんま見てないかも。分からんけど、見てないと思ったらなんかこの間配信でこんなん話してたなぁとか言われる。え、いた？見てたの？とか言って洗濯も乾いてるかな、大丈夫かな。今日はなんかあの夕方になんか分からんけど洗濯機かけて洗濯物を干したら乾いてなかった。さっきお風呂入ろうと思ったらね。早めに寝ます。そう、今日はお父さんとお母さんでライジンに行ってるんですよ、二人で。なんか写真が送られてきたいいなと思って、マジで行きたかったと思って公演楽しみにしてます。あ、でも DMM なんか見たいみたいな言ってた。どうやってね入るのあれにみたいな、お母さんが、お母さん言ってました。公演見たいんだよねみたいな、見に来たらいいじゃんって言ってるんですけどうん、頭痛いよね。大丈夫？おもろいよね。おもろくないでもマジで万歳ヴィーナスも知ってるよ、めっちゃ聞いてたマジでマジおもろすぎてやばい。そう、二人で行ってんのいいよね。本当は行きたかったんだけど、俺な勘違いしてて、お母さんに聞かれた時に29って聞かれた気がして、あ、制服の目あるから行けないわみたいな言ってて、でなんか今日さ、お母さんに LINE したら今日だよみたいな言われて、だから聞いたじゃんみたいな。最悪入会方法わかんないよ公演お楽しみですね。明日もおっつ、あと3分。ありがとう。どっか行きたい派。なんか2日もさ、なんか休んじゃったからやばい。本当になんかやばいかも。もはや明日が楽しみだもん。久々に動くから。なんか危機感感じる、寝てばっかだったら。寝てばっかだとなんか危機感感じてやばい。あ、今日前髪切ろう、明日のために。うんうん、2日か、そうだそうだ、2日もね、ある。あっと2日までか、今。ごめんなさい、ありがとう。いずれ言うかなそう、でもキングダム見たからいいんです。一人でたくさん寝たし。転職ブラックだからね。ね、羨ましい。明日楽しく、楽しみじゃないって言ったらやばいじゃんそれ職業放棄してるじゃんそれ。噂をすればじゃん。いけ、寝てた、寝てばかりだったね。やばくない？なんか心配しない？なんかそう、なんか何もしてなかったらなんか、え、寝てて大丈夫ってなる。やばいよね。今日もちゃんと寝て起きてたくさん踊りたいと思いますうん2日ね、2日楽しみに待ってるね。ブラック、はい、時間です。あと2分。明日も頑張りましょうね。2日ぶりだけど久々に動く。なんか今日もあの自主練しようと思ったんだけど、ちょっと休んじゃおうと思って今日と、あ、昨日か、昨日と今日休んじゃえと思ってたくさん寝ました。マジ寝すぎたぐらい寝た。みんなも明日も頑張ろうね。早く寝ましょうね。帰るな、バイバイ。
プニー、はい、ありがとう。はあ、明日も休みだる。だるいな。危機感感じろ、もっと。頑張れ、ガキさん。ありがとう。またな。おやすみ、またね。バイバイ。バイラブ、おやすみ。ゆうちゃん、おやすみ。ね、たくさん休みすぎたので、この2日間。明日からまた頑張りたいと思います。明日がまたいっぱい動きたいと思います。おやすみー、よかったね。おやすみー、ジャンルフライター。ありがとう、おやすみー、頑張ってねー。劇場でねー、おやすみー。またねー、またねー、またねー、明日も通し、ありがとう、ありがとう、またねー、おやすみー。バイバーイ。